皆さんおはようございます。弱小底辺 YouTuber ぶっちゃけ丸です。ということで本日はですね、トラブルメーカー特徴と心理ということでねお話をしたいと思います。本当にねトラブルメーカーね、トラブルを作ってしまう人、こういう人にね近くにいると本当超めんどくさいなとは思うんですけども、こういった人がね、どういった特徴があったりね、あるいはねどういった心理でやってる、そういう風にしてるのかということをちょっとね説明させていただければと思います。よろしくお願いします。まずね、トラブルメーカーの特徴、これ典型的と言ってもいいんですけど、自分に非があったとしてもね自分のミスは認めませんっていう人ね、これは多いですね本当に。その仮にこうミスを指摘されるとね、なんか人のせいにばっかりして自分が悪いと思ってないですかね。責任転嫁ばっかりして言い訳ばっかりしてね、とにかく自分が悪いということを認めませんよっていうね。あとね次の特徴がね、約束を守れないとなります。これね約束守れないっていうのはね、例えばこうここだけの話みたいなことを言ってもね、口が軽くてペラペラ喋っちゃいますよみたいなね、そういうふうな、こういう話はちょっと控えてくれって言われてることなんかもね、いろいろ配慮しなきゃいけない部分をね、気にせず喋ってしまうというね。他にもね時間にルーズとかね、そういう人なんかもなんかね多そうなって言われてますね。あとはね他にもね、気分屋でね意見がね、しょっちゅう変わっちゃいますよみたいなね。どうでしょうね、そのなんかノリで話すっていうんですかね、こう深く考えないでねその場その場でね話を思いついたままするということで、後々聞き返してみるとね、全然違うこと言ってませんかみたいなね、ツッコミが入っちゃうようなね。しかもその発言の内容にこうね全然その一本芯が通るみたいなものがなくて、本当にこうね、よくよく聞けば何言ってか分かんないと。そのくせねどうしよう、気分が高揚すると声だけはでかくなるっていうね、声はでかいけど中身がない、本当残念な話なんですけども、こういった特徴がトラブルメーカーの人にありますということでね。じゃあね、そういったどうしてそういうね、特徴を示すのか、その心理についてね、ちょっとね、お話ししてみたいと思います。これはね、トラブルメーカーの人ってのはね、自分に自信がある人が多いんですね。自分にある程度自信があるっていうのはね、非常にこう、いいことだと思うんですけども、異常なほど自信満々みたいなね、それで、信じてるのは自分だけ、それでね、自分はミスをしない、要は完璧主義だとかね、自分は絶対間違ってないんだっていうね、無謬性ですよね。こういったものがね、人一倍強いんですよね。ですから、ミスしない人はいないしね、自分が全部が正しいわけでもないんで、突っ走っていった結果ね、そのトラブルのね原因を作りがちになってしまいますよということでね。あとねこれがね本当に残念なんですけど、自覚がないってことなんですよね。悪気がなくて迷惑かけるようなことっていうのはね、子供のうちはねこれはやっちゃいけませんよって教えてあげることでね、そういったことがやっちゃいけないことなんだってことが分かって、やらなくなると。で大人の場合はですね、もう言っても分かんない人多いんで、空気読めない人っていうかね、そういう自分が悪いと思ってない人は反省も何もないですから、何回でも人に迷惑かけるんですね、同じようなことでね。ということで、これもね本当残念な感じなんですけど、実はこれかなり厄介なんですよね。自覚がないから何回でも同じことを繰り返すんだけど、人に迷惑かけることね。だけど注意しても自分が悪いと思わないから結局治んないんですよ。だからもうよほど
例えばですけど、なんか警察の人が来ましたとかね、うん、まあ、そういうようなちょっとこうびっくりするようなことがない限りは、まあ、ずっと繰り返すんでしょうねっていうことですね。それでですね、もう一つの特徴、これ承認欲求がねやたら強いっていうね、もう本当認めてもらいたいという気持ちがめちゃくちゃ強いのもね、トラブルメーカーの心理なんですね。まあ、承認欲求を満たすため、まあ、要は注目を引くためとかね、いやあなたすごいですね、称賛を浴びるためにはあることないことね、いろいろ言うこともありますとね。まあ、こういった時ってね、後でね嘘が分かった時に、せっかくね、いやあなたの素晴らしい、もうね一目置いてますみたいなね、いやもうあなたはね本当に一本芯の通ったねナイスガイみたいなねふうに思ってたら、あれ全然違うじゃん見たくなっちゃって、信用を失ってしまいますということですね。まあこういう人をね、別に誰とは言わなくても、そこそこいると思うんですよね。でこれ別にその職場にいたりとか近所にいてもね、ちょっと、厄介だなと思うけど、まあ逆に言うとこういうのとうまくねこう付き合っていくっていうのもまあ一つ必要なんですけど、まあちょっとぶっちゃけばのがね、今日言いたかったことは、まあそういうねご近所トラブルとかの話じゃなくて、まあネット内でもねこういった人がねいますよねということなんですけど、実はですね、そのネットの中でそういうことする人で、どこの誰かが分かる人、まあ例えば顔出し名前出しみたいなね、そういうような人って結局そこで悪目立ちしちゃうじゃないですか、トラブルメーカーとしてね。でそれに対してこう心よく思ってない人たちっていうのもやっぱ出てきちゃうんですよ。で実はそういった人たちがあちこちにこう垂れ込みをしてたりしてですね、そういった、まあ、いろんな情報がね、裏の方で流れていってるんですけど、まあ、それで収まらないで何かねその、まあ、警察とかねそういったマスコミとかねそういったとこまでねこう話が流れていくと、しかもそれがね1件2件っていうわけじゃないとなると、まあ、だんだんこうそのネガティブな情報とはいえねその信憑性が増してくれば、それにね違法性があるんじゃないかってなってくるとね、これもうほっとくわけにいかないっていうことで、マスコミもですね、ニュースバリューがあると思った場合はね、いろいろね調べたりするし、まあ、あるいはですけど、警察の方に通報がどんどん入ってくるようであればね、警察の方ももしかしたら内定をするかもしれないということで、うん、こういうふうにねだん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 こう水面下でねそのトラブルメーカーの周辺で今までと違う状況、まあ取り巻く環境が変わってくるみたいなねものがあったりします。ということでね、まあ、ネットだからとか、まあ、あるいは俺が正しいんだから俺に言ってることは間違ってないんだね、逆に、俺に文句言うやつは訴えてやるみたいなね、まあ、そういうことをねあんまり言い続けてると、まあよほど身切れにねしてるんだったら何も問題ないと思うんですけどね、まあ、はっきり言っていろいろこういう関係も終わりでしょうから、まあ、いろんな人が見てねあんまり余計なこと言わないでもらいたいなみたいな、まあ、そういうようなねこともね、空気も読まずどんどん言ってると、まあねちょっとこの人黙っててほしいなっていう人たちからいろいろチクリが入ったり内部告発があったりとか、まあ様々あるんじゃないかなっていうことで、まあ普通の人はね、まあとりあえず皆さん仲良くね、してるっていうのが一番いいんですけども、まあそれだと YouTube とかやってるとね、動画がこう注目されにくいっていうのがあってね、あえてね感情を前面出して、注目浴びるっていう方法はあるんですけども、まあ、それはそれでねかなりのリスク背負うっていうことはね、自覚した方がいいんじゃないかな、まあ、YouTube っていうのはねそういう点では、まあ、楽しくもあり怖くもある、まあ、そういったねプラットフォームなんじゃないかななんて思いましてね、まあ、個人の感想なんですけど一本ね動画作らせてもらいました。本日もね動画のご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。